今からね、フォロワーさんを勝手に、紹介&トークしていきます。ね、まあね、21回目ぐらいですかね、結構ね、続いてきたんですけど、どうですかね、ちょっと今日はもしかしたら早いかもしれないです。さっきね、ちょっと見てみた結果、ちょっとね、今日はね、尺がね、あんまり稼げないかもしれないですけど、ちょっと事情があってね。はい、さきさん、フォローありがとうございます。よろしくお願いしますということでね。私の歌、聞いてほしいの。リースさんがね、いいっすよね。リースさんなぁ。黒猫ガチャの復刻とか、できればやってほしいですよね。やんないでしょうね、でも黒猫ガチャはね。いやー、もう手に入れられないと考えると結構やっぱ惜しいですよね、この黒猫キャラは。全員性能が高いんでね。いや、いいな、ほんと羨ましい。ありがとうございます、フォローね。これから頑張りましょう。はい、次、今里さん、よろしくお願いします。うわ。待たせたな。ザック当たっとるやん。当たっとるやん、ザック。待たせたな。俺だ。この人、なんか主人公オーラ出てますよね、結構。割とね。ほんと、某ゲームの主人公そっくりなんでね、これ。はい、よろしくお願いします。今里さんね。次、くにさん。K-U-N-I でくにさん。読み方合ってるかな？くにさん、フォロー、ありがとうございます。ショコラお出迎え、かわいい。これはね、引くしかないですよね、俺だってね。こんな、羨ましい感じにされちゃったら、そりゃ僕だってね、我慢ならないですよね。見てください、このジュエルス。77。あ、もうこれ当たるでしょ。77なんてこんな縁起がいい数字で揃ってるなんてことあります？普通に考えて。これ引くべきだよ、絶対。甘いとこ、召し上がれ。っていうかこれ、剣士なのに防御高すぎないですか、これ。マジっすか、この防御力。355って。で、しかも SP もバク、この人大丈夫？めちゃくちゃ強すぎでしょ。え？大丈夫っすかこれ。超強くないっすか ?SP232? やばこれ。で、しかも、アクションスキル1が、属性すべて入ってる攻撃で、で、2が、味方の SP を回復する。これチートでしょ結構。SP100 消費するんですけど、232なんで、2回使えるからね。二回使ってなおスキル1が一発撃てる、ほぼ。うわ、これチート級に強いだろ、どう考えても。SP 回復はめちゃくちゃでしょう。ちょっと壊れだろう、絶対。で、しかも防御めちゃくちゃ高いでしょ。うっそう、これ、当てるしかないよね。甘いチョコ、召し上がれ。強っ。4突でしょこれ絶対。甘いチョコ、召し上がれ。いいなぁ、クニさん、すごいなぁ。これ連れて行きます、俺。もうガンガンクエストに。本当に強いんだよね。いや、これいいなぁ、マジで羨ましいなぁ。引きます。俺引きます、これ。これ何日までだ？これ何日までなんですかね、これ。そういえば。見てなかった？ショコラさんが出てくるのは何日までなのかをちょっと調べましょうね。ここじゃないですね。マイルでござる。40回復すんの？やば、おい。これやばくないですか、マジで。40？ 直行します。40か。あ、3月16日まで。もらいました。僕の給料日がね、3月15日なんでね、いただきました。ショコラさん、いただきました、これ。すいませんね、出ちゃうんですね。うっさ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 。
出ちゃ、当たっちゃった俺。さすがに来ちゃった。これは。3月16日でしょ。もう引けってことでしょうね、これ。はい、クニさんね、フォローありがとうございます。次、ドイ、アットマーク、クソ端末さん。フォロー ありがとうございます。リース4凸、ビル3凸、ヘタですがよろしくお願いします。うまい下手関係ありませんよ。楽しめればそれでいいんです。楽しめればそれでいいんです。いいんです。ねえ。そうなんですよ。まあね、一緒にね、協力やったりして、まあ死んでも、クリア、僕はね、クリア別に、前提で協力してないんで、是が非でもクリアしたいわけじゃないんですよ、僕は。ただみんなと一緒にワイワイ、ワイワイっていうか、まあ楽しく、楽しんで協力ができればいいと思ってるだけなんで、割とガチ勢ではないです、僕は。ガチ勢ではないんで、下手なのは俺は全然気にしないんでね、全然大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます、フォローね。ライオネスさんはやったから、まあ、今日はこんなところですかね。ちょっと早いんですけども。そうですね。こんなところですね。はい。この武器はまだ受け取ってないんだけど、これ強化した方がいいんですかね。ちょっとやってみようかな。この後。どうなんだろう。やってみたいと思います。時間があればね。はい、まあ、ちょっとね、短いんですけど、まあ、今日はね、この、ガチャ引きたいなぁ、まとめて一緒に。やめてこっか、まだ。ね。また別のわけでね、ガチャ動画出すと思うんで、よければそちらの方も、ご視聴お願いします。はい、では、今日はこの辺で終わりたいと。早くないか、いいか、さすがに。ちょっと話しますか？なんか適当に。ね。ちょっと早すぎたし、なんか面白いところ何もなかった。ただね、なんでしょうね。ネタがないんですよね。なんかちょっと探してみてますけど。特にないっすね。ここ出来物があるな。ここね。これはちょっと嫌だなぁ。猫小屋ですよね。だってここに出来物できてたら、だってほっぺに、チュー、できないじゃないですか。相手がね。それ結構きついっすよね。うわ、この人ほっぺに、出来物があるから、ほっぺにチューはやめとこうってなって、まあまあ直接口に来ちゃうタイプでしょ、これ。まあ、本当にね、何を言ってるか意味がわかんないんですけど。はい、もうね、いいです。無理やり尺を稼ぐのやめました。まあ、今日はね、この辺で終わりたいと思います。次回もね、ぜひご視聴していただければ、嬉しいです。はい、今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。